プロスピエースで強い選手といえば、誰を思い浮かべるでしょうか。打者だと、アーチ広角で三波同期のロッテ、落合博満さん。投手だと、日ハム時代のダルビッシュ有さんなどが挙げられるでしょう。いろいろ強い選手がいる中、2015年のリリースから現在にかけて、プロスピエースの第一線であり続けている選手がいます。その選手の名はズバリ、ソフトバンクの柳田悠岐選手です。2015年の初登場から現在にかけて最強選手の一人としてユーザーからの評価が非常に高い柳田選手ですが、2023シリーズからオール A が剥奪されるのではないかと噂されています。2015ベスト9から2022シリーズ2までビートパワー走力がオール A と異次元の強さを誇る柳田選手ですが、次のシリーズでオール A が剥奪される可能性があります。また柳田選手は現在34歳とベテランの域に差し掛かっていることもあり、2023シリーズの DS での登場もあるかもしれません。そこで今回は、柳田選手の2023シリーズ1と、DS で登場した時のステータス&特殊能力を予想していきます。ステータス予想にあたって、2022シーズンの成績を振り返ってみましょう。117試合の出場で、打率2割7分5厘、24本塁打、79打点、OPS 0.829 でした。ここで2021年の成績が元になっている2022シリーズ1の柳田選手をご覧いただきましょう。オール A 査定ですが、2021シーズンの成績が141試合の出場で打率3割、28本塁打、80打点、OPS 0.929 でした。打率3割でミート A81 だったことを踏まえると、2022シーズンは2割7分5厘でしたので、次のシリーズではミートが B になるかもしれません。では具体的にいくつになるでしょうか。2017シリーズ2でオール A を剥奪された山田哲人選手を元に考えてみます。2017シリーズ1と比較してミートが5つ下がり B76 に、称号でもオール A が不可能となってしまいました。なぜこれほどまでにミートが下がったかというと、2017年はシーズンを通じて打撃不振で、オールスター前の前半戦終了時点で打率2割2分8厘、13本塁打、41打点という内容だったことが一番の理由でしょう。シリーズには前半戦の成績が反映されるため、ミートが下がってしまったんですね。では柳田選手はどうなるでしょうか。個人的には B に下がるものの、称号でのオール A は可能という形に落ち着くと思います。パワーと走力はこれまでの実績を加味して A が維持されると考えます。以上のことから、ミートは B77 または78、パワーと走力は A80 の同値になると予想します。続いて特殊能力はどうなるでしょうか。柳田選手の強さを語る上で欠かせないのが特殊能力です。2022シリーズには超アーチスト、広角打崩壊、チャンスと、リア、タイで非常に強い特殊能力でした。2023シリーズ1でもこの3つが維持されるのか、はたまたは別の特殊能力が実装されるのか、データを元に考えてみましょう。まず超アーチストですが、これは次のシリーズでそのまま実装されると思います。アーチストといえば柳田選手と言えるため、超アーチストが維持されると見ています。続いて広角打砲回ですが、シリーズ1では普通の広角打砲となるため、広角打砲がつくかどうかですね。結論から言うと、次のシリーズでも広角打砲はつくと思います。2022年の柳田選手の1120安打の打球方向を見てみると、ライトが55、センターが31、レフトが34でした。さらに本塁打の方向を見てみると、ライトが7本、センターが3本、レフトが14本と、本塁打は逆方向が多いことがわかります。このことから広角に打ち分けていることは明らかなため、次のシリーズでも広角打砲がつくでしょう。最後はチャンスがどうなるか見てみましょう。チャンスに強いかを考える上で大事となるのは得点圏打率ではないでしょうか。得点圏とは二塁や三塁にランナーがいる状況のことで、得点圏打率はその状況での打率を意味します。柳田選手は2022シーズンはこの打率が2割6分3厘でした。しかし二塁三塁満塁時の打率がそれぞれ5割と、そこだけ切り取ればチャンスに強かったと言えなくもないので、チャンスが維持される可能性はありますね。大穴として満塁男がつくことはあるんですかね。もしこうなったとしても、アーチ広角ゲーなので、皆さん手に入れようとするとは思いますけどね。まとめると、ミートは B に下がるが、パワーと走力は A が維持されるのではないか。具体的にはミート B77 または78、パワーと走力は A80 の同値になると予想。特殊能力は超アーチスト、広角打砲、チャンス、大穴でチャンスが満塁男に変更されると予想します。能力は下がりそうですが、まだまだプロスピエースにおける強い選手として君臨し続けることでしょう。続いて、DS での登場の可能性と、登場した場合の能力予想をしてみます。現在34歳で、来シーズンはプロ13年目を迎える柳田選手。一方、DS は2023シリーズ1で8年目を迎えます。
個人的にはそろそろ DS で登場してもおかしくはないと思っています。その根拠として先ほどお話しした柳田選手のオールA剥奪です。2023シリーズ1の通常版で能力が下がった柳田選手が登場し、 DS で全盛期の柳田選手が登場すると考えています。まず登場年度がいつになるかですが、トリプルスリーを達成した2015年なのは間違いないでしょう。ステータスは2015年の成績が反映されている2016シリーズ1がそのまま AS にも反映されると見ています。アーキストなのはもちろんのこと、称号デミファ A87 同期が可能なぶっ壊れステータスです。守備ステータスはメインのセンターとサブのライトが C63 なので悪くはないといった感じでしょうか。ただし補給とスローイングは低いです。最後に特殊能力がどうなるか考えてみます。2016シリーズ1は今と異なり特殊能力が2つしかありませんでした。強アーキスとチャンスがついているのでこの2つはそのまま実装されるとして3つ目の特殊能力を考えてみます。ちなみに据え置きのプロスピ2015レギュラーシーズン終了バージョンではアーキスとチャンスの他に固め打ち、存在感、広角打法、逆境、連発、選球眼などがついていました。これらの中で一番可能性があるのはどれでしょうか。広角打法でしょう。柳田選手の2015年の全182安打の打球方向を見ると、ライト方向が67、センター方向が63、レフト方向が52でした。そのうち本塁打の打球方向は、ライト方向が15、センター方向が5、レフト方向が14と、逆方向にも同じくらいホームランを打っていました。逆方向にもしっかりホームランが打てる柳田選手には広角打法がふさわしいと思います。まとめると、DS で登場となれば、登場年度はトリプルスリーを達成した2015年になる。ステータスは2016シリーズ1がそのまま DS に反映されるのではないか。特殊能力は強アーキスと、チャンス、広角打法になると予想。コナミさん、ぜひとも DS での登場よろしくお願いします。いかがでしたでしょうか。今回は柳田選手の2023シリーズ1と、DS で登場した時のステータス&特殊能力予想をしてみました。いくら人気選手といえど、次のシリーズでのオールA剥奪は避けられないでしょう。言い忘れてましたが、守備適性 B の柳田選手をお持ちの方は、スピ解放または2体持ちをされることをお勧めします。今後、この柳田選手が登場する可能性が低いので、できることならスピ解放もしくは2体持ちをお勧めします。以上で今回の動画は終わりです。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。